低糖質で痩せるあんこの作り方をお伝えしていきます。今回はもうあっという間に混ぜるだけでできる食べて痩せるさつまいもを使った美味しいあんこをご紹介していきますね。もう私さつまいも大好きなんですね。もう別動画でも熱く語っているんですけれども、あなたはいかがですか？さつまいもって美味しいですよね。で特に今焼き芋ですとかもう大好きなんですが、別動画でお伝えしております通り焼き芋をそのまま食べては太ります。なので今回もそのさつまいものですね、その使い方によって、まあ、太ってしまうわけですね、まあ、種類もありますから、そういった点も踏まえながらあなたがこう美味しく食べながら痩せることができるそのあんこをお伝えしていきたいと思います。では早速本題に入ってまいりましょうね。まずはそのさつまいもの痩せる効果なんですけれども、低GI 食品なんですね。これは何かというと、あなたの体の中で脂肪をね溜め込むのをこう抑えてくれる食品なんですね。ただ食べ方に注意ですから、ここからご紹介していきます。ちょっとまた別にね、食物繊維が豊富ですから腸内環境が整う結果、あなたのお体の中で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をこう増やすことができます。そしてまたビタミンやミネラルが豊富ですから、しっかりこう代謝を上げてこうスムーズにこう燃焼できる体にもなることができる食べ物なんですよね。美味しいしダイエット効果もあるし、もう最高の食品なんです。ただしここで注意です。先ほど焼き芋をそのまま食べては太りますよとお伝えしましたが、そうなんです、ポイントは加熱の仕方なんですよね。そのさつまいもをその焼き芋にその作る時にこう長時間じっくりと加熱して作るじゃないですか。その長時間かけて加熱してしまうと、その糖の質がですね変わってしまって、もう白米と似たぐらいのですね、その太ってしまう糖にこう変質してしまうのが残念ながら焼き芋なんですよね。ただしここで悲しまなくてもいいんですよ。私もね、最初これを聞いた時に、あ、焼き芋好きなのに太るのかと思ったんですが、ここでポイント、冷やしてあげればいいんですよ。一旦その長時間かけて加熱して作ったさつまいもを一旦冷やしてあげることで、レジスタントスターチという効果が働いて、その腸内環境にもいいですし、体重増加も抑えてくれますし、内臓脂肪も抑えてくれる、で血糖値の急上昇も抑えてくれますし、また便通の改善にもなりますよという、その一旦冷やしてあげることでさつまいもが持っている本来のダイエット効果をまた取り戻すことができるんですね。ただ冷たいのかって思いませんか？やっぱり温かいの食べたくないですか、この季節、時に秋とか冬はですね。なので心配ご無用なんです。先ほど言いました、加熱時間がポイントということで、焼き芋は太りますが、一旦冷やして焼き芋を電子レンジで短期間でチンすれば太らないんですよ。この効果が戻ってきますから、安心して再加熱は電子レンジで短時間でしてくださいねということなんです。で今からお伝えするあんこもやっぱり一旦冷やしていただくとこういった状態にもできますし、またそもそもその焼き芋を原料としてあんこを作らなければあなたは太らないです。ここまで大丈夫ですか？なのでポイントは、さつまいも痩せるんですよ。ただし長時間の加熱をしたさつまいも、まあ、焼き芋ですよね、は太るんです。ただ一旦冷やして短時間で加熱すれば太りにくい糖にまた変わるから太りにくくなるんですよということでしたね。さあではここから早速痩せるあんこの作り方ご紹介していきたいと思います。もうこれ私ですね、もうハマっております。めちゃくちゃ美味しいんですよ。しかも材料を混ぜて潰すだけなんです。私別動画でも発酵するあんこの作り方、本当に、まあ、小豆をね使った発酵のあんこの作り方をお伝えしているんですが、これがですね、その発酵に時間がかかるんですよ。すぐ食べれないんです。ですぐ食べたい時ってないですか？もうなんかこう小腹が空いたとか、なんかこう物足りなくて、ちょっと食後にちょっとおやつ系食べたいなっていう時にはぴったりです。ぴったり。なので私は間食はしないんですよね。間食すると太るので間食はしないんですが、おやつは好きです。でその時にその食事の一部として食べるおやつがこのあんこなんですね。もちろんこのまま食べていただいても美味しいですし、そのちょっと挟んだりしてもね美味しいのでおすすめなんです。でこの材料なんですけれども、
こちらです。さつまいもあんこ材料と、この材料がですね、全部痩せる材料なんです。あなたの腸内環境を整えてくれたりとか、あなたのその痩せ菌と呼ばれる善玉菌が含まれている食材なので痩せるんです。だから市販のあんこはやっぱりどうしても白砂糖がたっぷり入ってるんですよね。もうあれはまずいです。なぜかというと、まあ、もちろん太りますし、悪玉菌と呼ばれるその、まあ、デブ菌ですよね、の大好物なんですよ、白砂糖って。なのでそういったものを食べてしまうと、あなたはどんどん味覚が、その悪玉菌が欲しがるその食べ物をね、やっぱり味覚がこう食べたいってね思ってしまうんですよね。かどんどん太る食べ物がね欲しくなっちゃうんです、白砂糖を取ってしまうと。なので白砂糖はやっぱ断った方がいいですね、まあ、食べても少量です。では早速材料と作り方をお伝えしますね。なので私がおすすめしたいのは、とにかく市販のあんこは太ります。なぜかというと白砂糖が入っているから、イコールデブ菌が増えてどんどん太る食べ物を欲しがってしまうからなんです。なのであなたにおすすめしたいのはこちら、さつまいもあんこです。材料です。蒸しておいたさつまいも 100g、 豆乳、これ無調整豆乳にしてくださいね、無調整豆乳大さじ1、甘酒大さじ1で、この甘酒も無添加です。あのお砂糖とか添加物が入っていない米麹だけでできた甘酒で、私が今回使ったのはこちらです。無印良品さんから出ている麹だけで作った甘酒、国産の米麹が作ったアルコール 0% の甘酒なんですね。でもちろん砂糖や甘味料も入ってない麹本来の甘みで、しかも2倍濃縮タイプだから甘いんですよ。なのでこのあんこを作る時にはすっごくおすすめです。もうたったの少量で甘いあんこができます。ただしこのさつまいもの種類によって糖度が全然違うんですね。やはりそのこうねっとり系ですね、あの湯がいたりとかこうふかしてした時にねっとりしたあのさつまいも、品種でいうと紅はるかとかですね、シルクスイートですとか、あとあの鹿児島県産の安納芋、あのあたりがですね糖度がすごく高いので、その時はもう本当に甘酒いらないかもしれないぐらいあの美味しいあんこができるんですね。ただしこうホクホク系のさつまいも、例えば品種で言うとあの紅あずまですとか金時、金鳴門金時ですね、あのあたりはホクホクだからあんまり糖分ねないので甘みが少ないんですよね。その時はもうしっかり甘酒入れたり、あの例えばお子様より甘くしてあげたいなって時はこの材料の2倍入れてもいいかもしれません。ただここでは大さじ1杯です。でちょっと洋風のあんこにしたいなっていう方はシナモンパウダーをお好みにちょっと振りかけて作っても美味しいのでおすすめです。では作り方ですけれども、まずそのちょっと痩せる効果をお伝えさせてくださいね。あのさつまいもは先ほど痩せる効果をお伝えしましたが、この豆乳も痩せるんですよ。なぜかというと痩せ菌の、まあ、元乳酸菌の餌となるオリゴ糖がいっぱい入ってますし、まあ、イコール腸内環境が整う、また便秘解消にもなって代謝が上がります。でこの豆乳が持つタンパク質があなたの筋力のね、まあ、要は筋肉の元ですから、結局基礎代謝が上がって何もしなくてもそのエネルギーをその代謝しますから痩せることができる食材が無調整豆乳です。でまた甘酒、こちらですね、もうなんといってもねこれ発酵食品なんです。で発酵食品の中に痩せ菌がいっぱい入ってるんですよ。善玉菌がいっぱい入ってるんです。なのであなたは自然と痩せ体質になることができる。また糖質や脂質の代謝をサポートしてくれますから痩せますし、ビタミン B1 や B2 アミノ酸が入っていることでもっともっとその取ったエネルギーをですね代謝を上げてくれる食品ですから、もうこれもぜひぜひもう白砂糖の使わりに白砂糖の代わりに使ってください。では作り方をお伝えします。ここポイントです。もうね1分もかからないかもしれません。あっという間にできます。この材料用意されたら混ぜるだけです。まあ、混ぜるってもこのさつまいもはねこう硬いのでこうフォークとかで潰してこうマッシュ潰していただく、まあ、作業はありますけれども、この材料とにかくもう混ぜて混ぜて練るだけでもうはい出来上がりです。簡単な
んですよ。もうあっという間にもうその場で私もね、あの作りながらもう食べちゃうみたいな感じであっという間にできるんですけれども、やはりあの発酵あんこ、炊飯器で作るのあんこはあれはあれですごく美味しいですけれども、時間がかかる。なのであなたがもしお忙しかったりすぐ食べたいっていう時は、こちらのさつまいもあんこで試してみてくださいね。めっちゃくちゃ美味しいです。もう本当あのスイートポテトのこう和風版みたいな感じです。しかもシンプルですがものすごく美味しいので、もう私もしょっちゅう作っては食べております。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。でまたこういったダイエット法にご質問ある方は詳細欄にリンクを貼っておりますので、ご登録後直接私に皆様ご相談されておりますので、あなたもぜひご必要であればされてくださいね。またこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますと、もう私も本当に励みになっておりますし、もとっても嬉しいんです。さあそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。